生命様、見てください。空があんなにまがまがしい。都の空が暗闇に包まれていますね。今こそ時は満ちたり、都を覆い尽くすこの陰の気をもって禁断の呪法は完成する。東に青龍、西に白虎、南に朱雀、北に玄武、都の守護結界、そのすべてを掌握せよ。はは、我らにお任せください。好み、黒生命様のためにですが、気になるのは生命たちの動向。必ずや我らの前に立ちふさがりましょうぞ。構わぬ、それもまた必要なことだ。必要ですか。お前たちはただなすべきことをなせばよい。はは、他の者はすでに配置についています。雪女よ、私たちも行くぞ。では吉報をお待ちください。黒生命様。必要なことか。わかっている。我が望み成就するとき、貴様との契約は果たす。さて生命、どう動く。今直使からの報告を受けたが、都のあちこちで鬼が暴れているらしい。大変な数だそうだ。すぐに討伐に向かわないと。一体何が起こっているの。霊視した異常が起こっている場所は4箇所。そこで、何らかの異変が起こっている。何が起こっているか知らねえが、放っておくわけにもいくまい。ひとまずは、連絡のあった西の大通りだ。行くぞ、生命。ああ。この矜持の原因を突き止めるぞ。急ぎましょう、生命様。そう。もうすぐなのですね。本当に。いつだって楽しい時間はあっという間に過ぎ去ってしまう。なんだこのまがまがしい気は。ゾクゾクするぜ。間違いない、凶悪な鬼が付近にいるぞ。気をつけろ。いいね、そいつは倒しがいがあるってもんだ。助けてくれ、化け物がいっぱいだ。都に何が起こってるんだ。ここにいると危険です。早く逃げてください。逃げるってどこへだよ。朱雀門の方も鬼が溢れてるって話だぞ。朱雀門も。それだけじゃない、東の鴨川も北の黒夜山の方もだ。陰の気が満ちて力が溢れてくるぜ。そこまでです。これ以上勝手はさせませんよ。なんだてめえは、今の俺たちに勝てると思うなよ。目覚めよ、時は来た。歩道などあるはず。ギアラズ上昇。ヘアッ。ガカイ。はっ。バッチョ。ヘアッ。Hit!
邪魔する。はっはっ、そうだ、みんな死んで。琉球に寄り継いよ。邪魔する。ノッコン少女バッチョ。みんな死んで。行くぞ。バッチョ。バカな人間なんかに。なんだ。生きがってた割に歯応えのない奴らだな。まだまだいる。早く退治しないと。セメさん、この地一帯に強力な呪術が広がっているようです。ここは都の西、大きな道が広がり交通も多い場所。まずいな。あ、どういうことだ。この都を守護する大結界人、四神相応の一角ということだ。どう、我らの救いの主を、この力存分に役立てましょうぞ。なんだお前たちは。あの方の邪魔をするでない。力を行使せよ。救急に寄り継りよ。邪魔する。はっはっ、みんな死んで。臨界の者の悲願を成就するまでは。悲願の成就？チッ、こいつら一体何を企んでやがる。先に周囲の鬼を一掃してしまいましょう、生命様。この地は我らが黒生命様より託された場所。たりとも邪魔はさせぬわ。やはり黒生命の仕業なのね。めんどくせえ。何を企んでやがるのか、ぶっ倒して吐かせてやるぜ。面白い。我らは神のごとき存在である。人間ごときに遅れは取らぬぞ。愚か者どもめ、塵となって消えるがよい。目覚めよ、時は来た。
私をここに招いたのは何時でしょう。ノッコン少女飛べ、私の小鳥たち。ダンスせよ五行結界陣。私の小鳥たち存在の手加減。飛べ、私の小鳥たち。みんな死んで悠久に寄り添えよ。ここは私に任せて、心配ご無用です。ジュフ対決。マッチョ、少し休んでくださいな。バカな、この我らが人間ごときに。たかが人と侮ったのがお前の敗因だ。その力、まさか黒生命様と同じ。さあ、あいつが何を企んでいるか話してもらおうか。こうなったらお前だけでも。危ない、ダメ。カグラ、よくもカグラを。ぐわ、口惜しや。だが我が責務はすでに成就せり、再び委員会へと戻り、時が来るのを待とうぞ。カグラ、大丈夫か。よかった、生命が無事で。それよりお前、ひどい怪我を。すぐに手当てしないと。そんな、怪我が治っていく。カグラ、あまり無茶をするな。体が勝手に治ると言ってもどうなるかわからん。構わないわ、生命が無事だったら。それが私のここにいる意味だから。どういうことだ。まさかここにいるカグラは人間じゃないってことか。まずいな。どうしたんですか、生命様。この呪術陣はすでに起動した後だ。この場で下手するにしても時間がかかりすぎる。それに他の3箇所も気になります。術の発動者を討伐して解除する、それしかないか。生命、霊視した残りの場所は。ああ、東の鴨川、南の朱雀門、そして北の国屋さんだ。よし、すぐに他の場所にも向かうぞ。ここもすごく禍々しい気で溢れてる。ち、見てみろ、また結界が壊れて陰界の裂け目が広がってやがるぜ。ええ、早く何とかしないとまずいですね。川が、川が氾濫してまた橋が壊れちまった。この世の終わりだ。都は滅びるんだ。そんなことはさせねえよ。なあ、生命。ああ、すぐに結界を張り直すぞ。やはりここもダメか。先に周囲の鬼を一掃する必要がありそうですね。力を行してよ、救急如立よ。邪魔すぎ、みんな死んで。バッチョ、なんか乱暴に。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。ゲラス、乱舞。バ
場所で何があったんだ。それが急にあちこちで川が氾濫して、陰界の裂け目を封じる結界まで吹き飛んで、どうしましょう。このままでは以前のように。ゲロゲロ、安心するゲロ。何があっても雨女は守ってみせるゲロ。その私にできることがあれば何でも言ってください、生命さん。全く聞いてませんね、雨女さん。ですが、急に川が氾濫するなんて。生命さん、気をつけてください。橋の近くに強い力を持った鬼がいます。怖いよ、その鬼が周辺の川を氾濫させたみたいなの。この場所の水は僕たちの力で抑えます。早く、陰界の裂け目を。ありがとう。みんな、ヒロマさん？わかってる。すぐに結界を張り直すぞ。また死に急んが、やはり来たか。生命。お前は？我が名は荒川の主。遠く東の地、荒川一帯の守護者よ。そんな奴が、なぜ都の川を氾濫させる？決まっておろう！強き力を持つ黒生命に呼び出され、ただその恩義に見せられたからよ。都の東に流れる鴨川、それすなわち、詩人相応の地、清流の守護、それを狂わせることが、お前の目的というわけか。少しは頭が回るようだな、陰陽師よ。だがそれでどうする？決まっている。腕づくで止めるまでだ。面白い。川とは時に恵みを与え、時に荒れ狂い全てを押し流す。その怒涛なる自然の断り、お主たちに止められるかな。目覚めよ、時は来た。クズ、くだらん。邪魔すぎる。はっ、はっ、みんな死んで。やかい。飛べ、私の小鳥たちよ。なんて乱暴な。闇の水流。眼中腰に。ここは私に任せて、心配ご無用です。クズ、ダッシュ。琉球に寄り連れよ。少し休んでくださいな。くだらん。クズ、はっ、行くぞ。飛び、私の小鳥たち。くだらん。飲み込まれるがいい。くだらん。
食うぞ。ノッコン少女、ここは私に任せて、心配ご無用です。バッチョ食うぞ。くだろう、くだろう、みんな死んで。五行結界陣、私の小鳥たちよ。くだろう、くだろう、救急如立よ。少し休んでくださいな。バッチョ闇の水流。見事だ生命、お主もまた断りを覆すものなのかもしれんな。なんだ急に首相になりやがって。運命の大河の流れが一つでないのなら、その流れの先を見届けるのもまた一興よ。黒生命は何を企んでいる？お主ほどの者なら、すでに気がついているだろう。都を守護する詩人相応の地の破壊。それすなわち。まさか。我が力で押し流した河川域、そう容易には元に戻るまい。お主たちの行く末どうなるのか見せてもらうぞ。生命、時間がない。次の場所へ向かうぞ。ここから近い場所だと朱雀門ですね。ちくしょう、クロス生命の手のひらで踊らされてる気分だぜ。これは寒い。凍えてしまいますよ、生命様。この陰の気はまさか。あれって呪術人に鬼を食べさせているの？やはり来ましたか、生命。雪女。人間とは不思議です。すぐに無意味なことをしたがる。てめえ、仲間を犠牲にしてやがるのか。これはこの者たちが望んだこと。役に立たぬ弱き鬼ども、せめて黒生命様のお力になりたい。なぜそこまでして。詩人相応の地、南方に広がる平野を守護するは法王、すなわち朱雀。その象徴たる朱雀門に敷いた結界を破壊することがお前の役目。一体黒生命は何をするつもりなの？黒生命様の崇高な目的ならすぐわかりますよ。我々の暗躍で都にすっかり満ちた陰の木、あとは詩人相応の守護さえ破壊すれば。そんなことはさせねえよ。黒生命様の邪魔はさせません。今度こそ私自ら引導を渡してくれましょう。魂たっぷり吸い取りし呪術人、いでよ闇法王たちよ。あれは前に法王林に現れた。それもあんなにたくさん。まずいです、生命様。さあ人間、覚えて死になさい。お前たちは。お前の手助けは気に食わねえが、黒生命ってやつはもっと気に食わねえからな。生命よ、真実を明かすと誓った君の決意、しかと見せてもらうぞ。あなたは法王か。久しぶりですね、凍りついた魂を持つ人間よ。手を貸してくれるのか。法王ゆかりの秩序を乱す者が許せないだけです。それにこのままでは法王林がまた寒くなってしまう。おのれ、人間に味方する裏切り者たちが。闇法王が消えて呪術人が弱まった。生命様、今なら。ああ、みんな行くぞ。
払いたまえ、清めたまえ、救急如立。力を行してよ、救急如立よ。みんな死んで。飛べ、私の小鳥たちよ。引き荒らず交渉。眼中腰に。バッチョ。バッチョ。小鳥たちよ、ジュフタイム邪魔する。みんな死んで。ここは私に任せて、心配ご無用です。なんて乱暴だったの。みんな死んで。飛べ、私の小鳥たちよ。人間、己、生命。さてと、お嬢ちゃん、黒生命のもとへ案内してもらうぜ。まだです。ここで終わるわけには。黒生命様、私にお力を。あなた、何をする気。まさか自らの命を捧げた。ヤオビグニ、大丈夫です。生命さん、私は死にませんから。ほう、身を挺してあの鬼を救うとは、やはり見えますね。あの女の魂の奥底にわずかに燃える種火が。黒生命様、気を失ったみたいですね。この人、自らを犠牲にしようとしてまで、どうして。真実をこの目で見極めさせてもらうぞ、阿部の生命よ。ああ、それがお前との約束だからな。陰陽師よ、この場所の守護は任せなさい。我が炎で守ってみせましょう。いいのですか。勘違いしないでください。鳳凰輪からあなたを追い出してくれた借りを返すだけです。生命、私たちは。決まってるだろ、このまま黒生命のところへ殴り込むぞ。ですけど、黒生命はどこに。詩人相応の地、残るは玄武の守護、北の山脈黒夜山。おそらく黒生命もそこに。三箇所が落ちたか。だがもう遅い。遅いぞ生命よ。今こそ時は満ちたり、陰陽反転の呪法成就の時だ。